m l キットの概要ですね。えー、ここの解説に関してですが、チャプター1で解説した内容と一部重複しますので、その点だけご容赦ください。まずは m l キットとは何かについてですね。m l キットは Google が提供するモバイルに特化した機械学習フレームワークなんですね。モバイルに特化しているというのがポイントです。端末側で動作するので、非常に高速な推論を行うことができるんですね。 この訓練済みのモデルを端末側で手軽に使用することができます。そして、ML キットは iOS と Android の両対応なんですね。もちろん、フラッターにも対応しています。そして、ML キットの機能を大きく2つに分けると、ビジョンとナチュラルランゲージがあるんですね。その名前の通り、ビジョンは画像処理の機能を持っていて、ナチュラルランゲージはこれは自然言語処理の機能を持っています。 そしてこの ML キットなんですけど、フラッターで利用する場合は、Firebase のプラグインを通して利用可能なんですね。この Firebase を通さないで利用することも可能なんですが、まあ、そちらの方のプラグインが公式のものではないので、今回は公式のものを使っていこうということで、Firebase を通してこの ML キットを使っていくことにします。それではここで ML キットの機能について解説していきます。 まずはビジョンに関してですね、ビジョンの API はこちらのような機能を持っています。まずは今回使う顔検出ですね。あとは顔だけではなくて一般的な物体の検出を行うこともできます。あとはバーコードの読み込みですね。あとは文字認識などになります。文字の画像からそれがどういう文字か認識する機能もこのビジョン API には含まれています。他にも様々な機能があります。 あとはナチュラルランゲージ a p i s ですね。これは言語の識別であるとか、例えばその言語がドイツ語であるのか英語であるのか、そういった識別であるとか、あとは翻訳ですね。あとは返答の自動生成であるとか、おそらくチャットボットなどに応用可能でしょうね。などの機能をナチュラルランゲージ a APIs は持っています。あとはもちろん独自モデルを利用することも可能ですね。 AutoML Vision Edge などを利用することもできます。AutoML というのは、クラウド上にアップした画像から自動で機械学習の訓練を行うことができる、そういうサービスになりますね。あとは、TensorFlow Lite などを使用することもできます。Lite と書かれているのは、これはモバイル向けだからですね。モバイル向けの TensorFlow を使って、独自モデルを訓練することも可能です。詳しくは、こちらの ML キットの公式の方に書かれていますので、ぜひ、えー、参考にしてください。 そして、この ML キットを使う際、というか、デバイスで機械学習機能を使う際なんですけど、このクラウドもしくはデバイスということを意識する必要があります。どういうことかと言いますと、推論をクラウド上で行うか、もしくはデバイス上で行うかということなんですね。 クラウド上で訓練済みのモデルを使って推論を行う際は高精度なんですね。非常に高い精度で推論を行うことができるんですけど、どうしてもサーバー側に行って帰って時間がかかりますので反応に時間がかかってしまいます。実はあの FirebaseML というのはその機能を提供してるんですね。クラウド上でモデルを訓練することができて、なおかつ推論も行うことができます。 そして、それに対してデバイス上での推論ですが、こちらはクラウド上と比較して精度はどうしても低くなってしまうんですね。端末の性能的にはサーバーの方が上ですので、クラウド上での方が高性能になります。したがって精度は比較的低くなってしまうんですが、サーバーに行って帰っての時間がありませんので、反応に時間がかからないというメリットがあります。 そのため動画のリアルタイム処理などはデバイス上の推論を行った方がまあユーザーにとってストレスの少ないアプリができるかなと思います。なのでクラウドを使うのかデバイスを使うのかはそのアプリの性質を見てユーザーがより満足できる選択をする必要があるかと思います。そして今回作るアプリをここでもう一回紹介します。 訓練済みのモデルを使用して顔検出を行う。そしてデバイス内の画像もしくはカメラを利用するというアプリでしたね。このように今回は顔検出の機能を使います。ML キットの持っている機能なんですけど、それについてもうちょっと詳しく見ていきましょう。こちらの Firebase の公式のサイトに顔検出について詳しく書かれていますので、それについて見ていきましょう。こちらですね、顔検出のコンセプトの概要になります。 顔検出でどういうことができるのか、ここに書かれていますね。まずは顔の方向ですね。この3つの角度を使って、顔がどちらを向いているのか、カメラを基準にしてどちらを向いているのか、それを検出することができます。あとはランドマークですね。ランドマークというのは顔の中の各パーツの位置ですね。例えば、左目であるとか、右目であるとか、鼻であるとか、 あるいは眉毛であるとかですね。そういうものの位置が、顔の向きがこの角度の以内であれば、検出できるということが、ここに書かれています。あとは輪郭ですね。顔の特徴の形状を表す点の集合を輪郭として捉えることができます。例えば、眉毛の位置をこのような点の集合として捉えていますよね。顔の輪郭も点の集合として捉えています。この点の座標を取得することができるんですね。 この顔、顔面の楕円、これは36個の点で表されます。あとは唇、鼻とか目とか頬とかですね。こういうのを点の座標として捉えることができるんですね。あと面白いのはこちらですね。目を開いているかどうかと笑顔を検出することができるんですね。 なので、例えば、目をパッチンパッチンして制御するアプリとか、そういうものを作れるかもしれません。あと、笑顔に関してなんですけど、これは、どれだけ笑顔かというのを、0から1の間の値で表すことができるんですね。笑顔の分類の値が0.7であれば、かなりの可能性で人が微笑んでいることを示します。と、ここに書かれています。このように、顔検出といっても、その中に様々な機能が含まれているんですね。それでは、次に行きます。